1>, 1秒間に1000回映像を切り替えることのできる高速なプロジェクターを用いることで移動する物体に対して位置ずれなく映像を投射することができるようになりましたこれによりあたかも実物の質感が切り替わったかのような表現を実現しています 先ほどのような技術ではこちらに示すような実物に取り付けた目印を計測することで映像を位置合わせしていましたしかしながらこういった目印はプロジェクションマッピングされた物体の見えを阻害しますそこでプロジェクションマッピングする映像の明るさを画素ごとにコントロールすることで目印を目立たなくする技術を開発しました 目印は人の目には視認されにくい一方でコンピューターには認識できるようになっておりこのように姿勢が変わってもプロジェクションマッピングし続けることができその質感もさまざまに切り替えられるようになりましたプロジェクションマッピングでは左の例のように投影されている光を遮蔽すると影が生じてしまうという問題がありました 私たちは特殊な光学系を用いることで右に示すように影が生じにくいプロジェクションマッピングを実現し自然な質感表現を可能にしましたこの陶器のような光沢のある物体は見る位置によって光沢の出る場所が異なりそれが光沢感を生む一つの要因となっています 白色の物体にプロジェクションマッピングしてこの質感を再現する場合観察する場所が違っても光沢の位置が変わらず光沢感を表現できませんそこで光沢の見栄を観察者それぞれが装着する拡張現実グラスに表示することでより自然な光沢感を表現可能とする新たな質感生成の枠組みを実現しました